しゃべくり松代始まるよ。こんばんは。8月27日に午後7時になりました。第409回ですね、しゃべくり松代の時間です。今日の松代なんですけども、最高予想気温が33度で、もう私、いつも豊洲にいるんですけども、ちょっと涼しかったかな。あ、でも体育館行ったら暑かったですね。はい。ということで今日も暑かったです。今日はね、素晴らしいですよ。今ね、もう床持ってきて、ね、今忘れててね、今慌ててみたらね、見てくださいよ、御嶽海ですよ、御嶽海。でもこれおかしいな。東関脇で、大関取り自然体でって書いてありますよ。秋場所の新番付出てますね。その御嶽海いい顔してますね。いや素晴らしい。今日は気分いいですね。これ家帰ったらね、こう喜んでニコニコしながら新聞見なきゃいけないですね。いやありがたいです。じゃあ久しぶりにね、御嶽海のいい記事出ましたんで、今日は気分いいですよ。ありがとうございます。ということでね、今日も生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、こちらですね、ホタルの里の所長の小須田さんにおいでいただきました。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すいませんね、こんな御嶽海の話で。いえいえ、嬉しいです、はい、嬉しいですね。はい、ありがとうございます。ところで小須田さん、そのホタルの里っていうことなんですけど、ここは場所はこれですか。はい、ここになるんですか。これは松代荘さんの前の道を南へ行くと、ここですか。東城保育園さんに当たるんですが。あ、ここですか。そうですね、はい、その南側にうちの事業所があります。昼間のすぐお取りです。あ、東城保育園さんの南側になるんですか。はい、そうです。わかりました。はい、ということで、ちょっとこれ大きいんでね、ちょっとこれ片付けさせてもらいますね。はい、ありがとうございます。それで運営したいはどこになるんですか。はい、社会福祉法人長野市社会事業協会になります。あ、なるほど。それで開設はいつ頃なんですか。はい、建物自体なんですけど、昭和62年に長野市松葉園という共同産業所でスタートしまして、この4月から蛍の里生活産業所になりました。あ、じゃあもうだいぶ何十年も前の。そうね、31年ぐらいですよね。はい。それで事業はどのような事業をされてるんですか。はい、今言いましたけど生活介護事業所なんですけれども、はい、やってることは従来やっていた作業もやってますけれども、はい、生活介護事業所になったということで、はい、社会体験や生活経験を確認するようなそういう活動もしております。ここにはあのどのような事業ですか。これ、はい、作業なんですけれども、ね、箱織り、それと、うん、キノコの栽培容器の箱なんですけれども、はい、きれいにして新しいウレタンを組み直すようなそういう仕事もしております。箱織りってことですか。はい、ですね、段ボールまでいかないんですけど、ちょっとしたあの厚紙っていうか、お菓子でも何でもあると思うんですが、あんなようなので、型抜きをしたのがうちに届きまして、その周りのバリっていうんですけども、それは取って、箱として使う部分だけを使うんですけども、最後にあの職員が塗り付けして、こう今は納品してます。あ、じゃあこう、型抜きした段ボールはペチャンコになってきてるのをこう製品にして出す。製品っていうとね、箱にはまだならないんですけども、はい、型抜きするときはただ平らになってますよね。それをのり付けしてすぐに会社に戻れば箱にできる。はい、なるほど、はい、わかりました。またその他の作さんとか他にないようなその事業をされてるようなんですけど、はい、作業をやってる関係で、生活介護事業者は割とないんですけども、工賃出せてます。ああ、
それと毎週金曜日に1回なんですけども、うん、コーヒーの会というサロンを開きまして、はい、コーヒーと紅茶とココアがあります。お酒でね、酒はちょっとまだ入れないんですけども、そこで利用者さんが主体になって要望とかやりたいことを、話し合ってできることは我々職員に要求してくるみたいな感じで、ね、やってます、はい。他に何かユニークなこともされてそうだなんですか。はい、さっき言ったバリ取ったやつなんですけども、うん、周りの箱じゃない部分を、うん、リサイクル業者に納品して換金してそれを工地に当てるとかもやってますし、近く の高齢者施設の諸話さんで掃除とか、あとそこでこう汚れた箇所を拭くウェスクに行くけども、小さい布を裁断したり、あと汚れたものをゴミ袋に入れるんですけども、それが外から見えないように新聞を中にあらかじめ入れておくとか、うん、そんな仕事もいただいてやってます。他にもなんかユニークな見学会とかなんかいろいろされてるそうじゃないですか。はい、特に松代地域さんがそうなんですけども、史跡や博物館が多いので、そういうところも行っております。それと生活にこう我々もねしょっちゅう行くと思うんですけども、スーパーとかホームセンターとかでそういうところの見聞も広めてますし、あとそのさっき言ったコーヒーの会で出ましたカラオケに行きたいという要望を、カラオケ、はい、実現しまして、カラオケにも行きました。いいですね、今度一緒に行きたいですね。なかなか楽しかったんで。そうですか、はい、私運転で多くなりたい。なるほど、私行ったらね、前離さないですよ。皆さん7、8曲歌ったんですね。ああ、面白いね。ぜひお見せください。またよろしくお願いします。私行ったらね、多分マイク離さないからダメだよ。はい、ノンアルコールビールを出します。わかりました。ところで、その利用者さんは何人ぐらいいらっしゃるんですか。はい、定員は20なんですけども、まだ始まったばっかりなので14名登録者がいます。それでどのような使ってる利用者さん。ほとんどの方が知的障害の方です。おお、知的障害。他にもいろいろな障害ある方もいらっしゃるんですが、主にはその知的障害です。そうですね、ちょっと IQ の関係で、課題があるんですけれども、うん、はい、身体とか精神面ではほとんど傍から見たら分からない方ばっかり。その年齢的にはどのぐらい幅広いんですか、その利用者さんも。はい、23歳の方から66歳の方までいらっしゃるんだけれども、平均だと 46.07 歳で、はい、50代の方が5名なので一番多いかと思います。50代の方、50代の方、60代の方もお二人います。そうなんですか、ね、男性ですね。そうなんですか、地域的にはどう。はい、おいでいただいているところなんですけれど、松代の中で9名の方おいでで、うん、はい、あと若穂で3名、那島で1名、篠ノ井で1名みたいなところですね。はい、利用者さんっていうのは誰でも利用も、私例えば行って、まあ行くことはねえけども、いやで、ね、誰でも行けるんです。生活介護というのは縛りがありまして、高齢者で言えば買い求みたいな感じなんですけども、はい、障害者の方の場合は障害支援区分というのが軽度の1から最重度の6までありまして、うちを利用できる方は3以上の方です。あ、はい、それで50を超えると2以上の方がお使いになります。あ、そうなんですか。その先ほどね、東尾の保育園の南側ということなんだけども、いい環境的にはいいですよね、保育園のことね。ちっちゃい子も朝の会から可愛い声がね聞こえてくるんですけれども、うんうん、月に1回はダンス中心にして交流会持たせてもらってます。隣同士で交流もあるんだ。そうですね、ほぼ向こうの方が来てくれるんですけれども、あ、なるほど、先生のこうなんていうんでしょう、式で、うん、園児がダンスを踊って、それに合わせて歌じゃなくてダンスがすぐ覚えられるので、みんながよくできるので、一緒に踊ってますね。保育園の園児さんたちがこうダンスするのを利用者さんに一緒に踊ると。
そうですね、エンジさんは上手ですからそれを見て踊ってますもんね。なるほど、はい、あとその職員の皆さんっていうのは何人でどんな職種なんですか。はい、今あのパートさんを含めて7名いるんですけども、はい、自分がまあ所長と、はい、サービス管理責任者っていう、まあ、現場の責任者みたいなのを兼ねてまして、はい、あと現場の方の、初期兼生活支援というのが1名います。それと純粋に生活支援というのが4名いまして、うん、あと1名看護師がいます。そんなような中で所長さんとして の、 そのポリシー日頃を考えていることがあるんですか。はい、まあ、うちの施設考えてるからこそのこともあるんですけども、ね、やはり障害者の方の生活って割と決まりきってるんですけども、家と施設の往復とかね、そうじゃなくてやっぱり施設にいる時間帯に行けるとこはもうとにかく行ってみよう、親御さんにも了解もらってるんですけど、生活の幅広げたいっていうのはあります、ね、それとさっきも言いましたけどちょっと高齢者も増えてきたので、高齢者の方の人生設計というかそこら辺をやらないと、仕上げの年齢の時になんか大変なことがあっても申し訳ないので、グループホームとかも含めていろんなことを考えていきたいと思っています。そういう皆さんにですね、職員とか漁師さんにどのようなことを基本はおっしゃっていますか。はい、職員なんですけども、支援を考える時にはとにかく、当事者の方を真ん中に置いて、はい、どんなサービスがあってどんなサービスが欠けてないか、欠けてるのかとか、そういうことをよく考えて、それとあと個人のニーズがどこに向かっているのかというのを考えながら、それはね、きっとね、映ってるのは障害区分の、あ、障害区分、はい、受ける流れとか、 あと一番上はうちでやってる事業の、種別というかプログラムなんですけども、ちょっとこれ下の方にあるんですか、どこら辺の方に。一番下はですね、1日のスケジュールですね。これですか。はい、あ、スケジュールですね。それ単純に言っちゃうと午前午後1時間ずつ働いて、まあ2時間働くかな、それで15分の間で休むみたいな感じですね。あ、で朝の迎えと夕方、はい、職員も含めてみんなで家族を掃除して、雇用者でお送りしたり、自分の地域でお金の方もいるんですけども、そんな感じ。こちらの方はこっちのですね、ね、これは理念ですね。ああ、こういうようなことを日頃おっしゃる。はい、これは要約しようと一番目に書いてあることが、個別化しなさいってことなんですけど、やっぱり決めつけないで、この人の希望はこうだよっていうのをよくやりなさい、うん、それと2番目は意思決定支援っていうんですけども、障害者の方も時間かければ自分のやりたいことを言えるので、じっくりそういうことを待ちなさいっていうことですね。それと3番は各事業所と連携しなさい、地域と連携しなさいということで、我々は特に松代のボランティアさんとね、よく連携させてもらってるので、非常にありがたいと思っています。あと他にですね、所長さんについての気持ちにちょっと一言でどうですか、所長さん。そうですね、やっぱり当事者の方もご家族も、患者もみんな幸せになってほしいかなと思っています。あとこの他のですね、介護とか福祉に関係してですね、他の施設さんとかの交流なんてもあるんですか。はい、みなかみハウスさんとは、コーヒーコーナーで交流させてもらってますし、松代福祉寮さんとは、かかしコンテストで、一緒になってもらいました。まだまだね、お聞きしたいこともたくさんあるんですけども、もうね、信号が悪くて時間がなくなってしまったんですけども、最後にね、松代の皆さんに何か、松代はじめですね、地域の皆様方に何か一言あったら、はい、お願いします。とても素敵なボランティアさんの方が多いのと、はい、あと、まあ、実績も多いですし、勉強に取り組むというかね、そういう姿勢もすごい素晴らしい土地柄なので、うん、我々もそういう方たちの支援を受けながら、施設としての質を高めていきたいかなと思っております。ああ、そうですか、わかりました。加藤さん、今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。どうもありがとうございました。
いや、皆さん、やっぱりね、こういう施設の人ってね、うん、素晴らしい理念を持ってやってますよ、うん、高いね、理念でね、素晴らしいですね。やっぱり私もね、うん、たまにこういう施設にお伺いするんですけどね、うん、皆さん、いや、私もボランティア、ちょっとだけ、うん、ちょっと遊びながらなんですけども、はい、皆さん、素晴らしいですよ、うん、毎日毎日ね、こう障害持った方々にね、見られてね、素晴らしい、先ほどね、所長さんにも話しあったけれども、いやー、やっぱりね、もう高い、この人間性がないとね、できない、うん、はい、階段も話すよ、はい、はい、ということで、小野さんですけど、ね、はい、お知らせを、はい、はい、ですね、はい、ゴールドマッスルクラブでね、はい、9月1日から来年の3月31日まで、これね、秋冬用のね、イベントのね、体験型ですけどね、こういったね、A3 版の冊子ができましたという形でね、はいはい、これね、いろんなね、体験型のね、はい、弓道であったりとかね、甲冑着たりとかね、それから、着物を着たりとか、うん、いろいろな、あの、各戦果があるんでね、その戦果がね、これ自分たちでこういうふうにやりますよって言って、日にちを決めてね、時間とお金と決めて、うん、こういう一冊のこういう冊子にして、こういう、ね、パンフレットにして、A3 版でパンフレットにしてあるんですよ、はい、でこれでね、自分で見ていただいて、あのエコールドマッシュロクラブ、こちらの方へね、電話を入れていただくですね、それで申し込んでいただく、で自分で体験をしていただくと、そういう形ですよね、はい、ぜひね、やっていただければいいかなと思います、はい、ぜひね、ご視聴ください。はい、続いて来週です。ですね、はい、来週はね、はい、410回、はい、ね、9月の3日ですけれども、はい、喫茶ギャラリーのゾウアンさんと、ね、松田さんに来ていただいて、ゾウダンにしては上で、あ、そうです、そうです、はい、ゾウダン近くのね、はい、ちょっと下の方にいますけどね、はい、お父さんがちょっと亡くなられてね、その後ね、遺品整理をしていたの、そうしたらね、やっぱり戦争に行かれたみたいでね、うん、戦地から持ち帰ったあのお父さんのね、慰問の手紙だとか、ね、遺品をね、見つかったと、はい、それをちょっと整理してね、その8月のね、15日の終戦の関係でね、その近くで一応ね、特別展をやったんです ね、でそれをね、ぜひまたどういう形でね、やる気になったのかとかね、あ、なるほど、うん、その特別展というのは今もやってるんですか？もう終わっちゃいました、はい、終わっちゃいました、あのその後でね、だから私らもこうすぐやりたいなと思ってるけどね、ちょっとできなかったので、うん、ね、あの少し落ち着いた時にまたお聞きすればいいかなっていうので来週にしました。はい、だから、ギャラリー松田さんに来ていただいてお話をお伺いしたいと思います、はい、それでは来週のしゃべくりまつろ、どうぞお楽しみに、はい、お願いいたします。しゃべくり松代、また見てねー。